俺のこんばんは、AWM、アイドモスプレです。今回はですね、このなんか、氷の戦いみたいなやつで、いろいろもらえるみたいなんで、なんか、上位入賞するだけでもらえるんで、とりあえずまあ、一回行って、やってみようかなっていうふうに思いますね。入場料今日はいらないみたいな感じになってるんで、とりあえずまあ、やっていきましょう。それではやっていく。何位までに入ればこれもらえるの？ダイヤモンド以上のランクで4位までに入ればいいんだ。こっちは4位と。なるほどね。もう一個の方も4位までみたいな感じ？こっちの右の炎のやつ。チームの変更はできませんと。嵐の半島、試合はクインテット。1ラウンド目。これ2回戦といけんってこと？ 2 回戦わないといけないんですか？めんどくさ。めんどくさいな。とりあえずまあ上位入賞すればもらえるみたいな感じになっていると思うんで、適当にまあ野良で行きますかね。優勝ボーナス。OK です。リスナーさんから招待来たんで、ちょっとやってみましょうかね。はい。こちらの方ね。あともうなんか適当なメンバーで招待して枠埋めましょうかね。それで、まあ、実際その回していってどうなるのかっていう、今回のね、やつ。これいけるんかな？できるかしていきましょう。めそべさんなんか人としますわ。こうやって。こういう行動。エペは最近一つするんですよ。エペ自分フレンド普通に通してるんで、よろしくお願いします。動画出てると思いますから、なんか、よかったらフレンド送ってください。普通に。なんでこうやってエペの話してんだろうね。ダメでしたわ。4位でもこれでもコインもらえるからいいんだよな。ほら、十分これもらえるんで、いいんですよね。OK、これで2回目終わりましたけれど。2回目これさ、14位で140までに入るんだったら、とりあえずこれ適当にやって参加しとくだけでいいんじゃねって感じっすよね。正直それで。参加しとけばいい感じの。イベントっすね。これチャットここで打てんけんさ、ありがとうございましたって言えないじゃんな。何も言えないっていう。抜けますかね。あざます。で、これで、あれかな、今日の分終わりって感じなのかな。で、さっきまあ、コインもらっとったんで、そのコインでまあ、適当に購入して回せるっていう。34枚なんで、結構回せますよね。割と。で、勲章が1個しか、1個とか2個しか交換できんから、基本なんかパックの交換になりそうっすよね。まあ、光の石のさ、パック交換して、中身まあ、グレンとか入ってて、金近づくったりとか、ワンチャンサメの石出して、拡張せずにバイク使うとかもできるんで、まあ、勲章1枚と、この2枚交換したら、あとはもう全部、光の石交換すれば、いい感じのイベントっすよね。まあとりあえず勲章交換だけでもしといてやっとくってしとけばいい感じのイベントかなと思いますね。はい。まあ一応ね、マントはあの左のやつに関してはこれ土影のやつ、まあ、こんな感じの見た目になっているっていう。でまあ他のやつはこんな感じっていう風になってますね。割と結構いい感じの見た目っすよね。パクリっていうのを除けば結構いい感じの、まあ、こういうこと結構白いマントってのは基本的に映えるようにできてるんで、見た目はいいんですけれど、まあ、残念ながらパクリなんですよね。うん、この辺がなんとも惜しいところでありますが、まあまあまあって感じの、割となんかいい感じのマントですよね。はい。そのうちなんか A 級が来るといいんですけれど、はい。でも A 級なんかこういう感じのやつってしなさそうっすよね。まあその毎週やっていくようなやつってのは基本的になんか期間限定でやりたがるのがこれ行動運営だと思いますんで、まあ他のゲームって結構そのシーズンの戦いみたいなのあるでしょ。ランクまで。で、シーズンごとの報酬みたいなのありまして、その資金がまあずっともらえます、使えますって感じなんですけれど、まあこういう行動って基本的にそういうのがなくて、ランクも報酬とかもなんか警戒化してますんで、まあピークの報酬とかこういう報酬は A 級の方がいいと思うんですけれどね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。期限付きじゃなかったら本当に良かったと。そうっすよね。まあ、本当に期限付きじゃなかったら良かったんですけれど。A 級だったらね、結構頑張る理由あるんですが、期限付きやけん、まあ別にちゃんとやる必要ないっすよね、今回のやつって。なんか適当にプレイして、まあすぐ死んでから、まあコインだけゲットして終わりで、結構いい感じの、まあイベントなんで、まあきちんとやる必要ないっていうね。もうめんどくさかったら普通にソロクイーンとかで、まあ試合の方入って、適当に持って、まあそこそこの順位で終わってからコインゲットするみたいな。まあそれがなんか一番いい感じかもしれないですよね。まあ、わざわざなんか人の組んで、まあ、やるよりもですね、そっちの方がまあ手軽にすぐ終われると思うんで、それでやっていけばいいんじゃないみたいな、まあ、正直今回プレイしていてまあ思いましたね。今1回目なんで検証がてらチーム組んでいきましたけれど、それ以降はまあチーム組む必要もないかなっていう具合ですね。クイーンめんどくさいですけれど、まあソロクイーンでやって適当な順位になれば OK っていう風に思います。で次ですね、セルダンでも Apex モバイル結構低めだったらしいけれど、なんだかんだ声は変わらず残っていくのかなと。まあセルダンだったらですね、売上のランキングなんでダウンロードランキングとは別だからですね。まあ、Apex モバイルとかテンセントグラムのゲームってのは基本的に多くのその地域、多くの国で展開していって、まあ、客単を上げずにユーザーをその、たくさん取っていって、まあ、それで、まあ、売り上げの方をですね、担保していくっていうですね。客単低いですけれど、まあ、人が多いから稼げるよねって感じで、まあ、基本的にされていることが、まあ、多いですよね。はい。まあ、テンセントが純粋にやってるわけではないんで、Apex モバイル。まあ、ちょっと違ってはきますけれど、そんな感じの、まあ、運用スタイルっていうのを取っていくっていう風にやってますよね。そっちの方が、まあ、その、まずゲームの需要が結構伸びますし、ゲームの発展が見込めるっていうですね。まあ、ゲームのその、認知度っていうのも上げることができるんで、まあ、いろんな側面において、まあ、
未来が取れるっていう感じ。まあ、公約を同盟のやり方やったら、まあ、未来は取れないんで、やっぱ長く、まあ、事業とかサービスとか続けないと、基本的に意味ないからですね。まあ、なんで、どっちかっていうと、まあ、広い地域で、まあ、多くのユーザーを取っていって、で、その上で、まあ、客単は別に上げずにですね、まあ、基本無料で全然できますよっていうスタンスがいいと思いますね。まあ、残っていくのは、この方法だったら、やっぱり、Apex モバイルの方かなと思いますね。やっぱ、客単をずっと高い状態で維持しなければ、維持していることが、まあ、前提となっている公約行動は、ちょっと厳しいと思うんで、厳しいです。かなり厳しいと思うんで、残っていくのは Apex モバイルですよ。間違いなく。セルダン上位のゲームは、まあ、基本的にその、寿命短いゲームが多いっていう、感じになっちゃうんで、やっぱその、例えばモンストとか、パズドラとかも、まあ、セルダン高い方ではありましたけど、まあ、最近はそこら辺がね、すごい厳しくなってきているっていう。まあ、乗る時もありますけど、上位の方に。ただまあ、その、それはコラボ絡みとか、イベント絡みの時で、まあ、普段は乗らないみたいな。夢中でそのゲームをやっている、モンストとかパズドラやっているユーザーも、まあ、少ないっていう風になっている中で、まあ、その、サービスとしてはやってきてますけれど、まあ、それはまあ、今の形だからできているだけで、なんかその、イレギュラーなことが起きた時に、まあ、一気にその人が離れて、サービスが立ち行かなくなってくる、一気に立ち行かなくなってくるっていう、今までその売上を出していっても、ある日その、カシゴ外されて、立ち行かなくなって、赤字がどんどん膨れ上がって、結局今まで稼いだ分が全部パーになってしまいますよ、みたいな感じの流れに大体こういうゲームとかサービスになってしまいますんで、方法として脆弱ですから、客単を上げるって方法は、まあ、スマホゲームではちょっとあんま向いてないのかなと思いますね。あと、プレイヤーとしてプレイしていった時に、どっちの方が幸せになれるかっていうと、まあ、やっぱり客単低くて、まあ、多くの地域からユーザーを取れてるゲームだと思いますんで、まあ、それは普通の、例えば、純粋にプレイするっていう意味でも、まあ、声上げるユーザーが多い分ですね、ゲームのその、発展が見込めるっていうですね、はい、改善が見込めるっていう、そういう側面でもやっぱりですね、広い地域で取っているゲームの方が、純粋にプレイするときに、いい感じに、よりクオリティの高い状態でプレイできるっていうですね、そんな感じにもなってきますし、まあ、プラスですね、まあ、多くの地域の方と、まあ、交流できるっていう、そういうなんか、二次的な楽しみっていう、コミュニティが広く広がってくることによって、まあ、いろんなユーザーと触れ合ったりとか、あと、インフルエンサーとしてやっていくってなった時も、やっぱりその、やっているプレイヤーが多い、いろんな地域、いろんな国にいる分ですね、まあ、多くのその数字を取れるっていう、そういう側面もありますし、まあ、どういう側面で見ても、やっぱ Apex モバイルみたいなスタンスのゲームの方が、ユーザーとしては幸せになれると思うんで、まあ、そういうゲームっていうのを皆さん選んでいくべきなんかなっていうふうに僕は思いますね。客単高いゲームは基本的にクソですよ。はい、クソゲーが多いんで、お金出してくれることがある程度言ったら分かってしまうんで、その、どのゲームでもそうですけれど、運営側が努力しなくなってくるんですよ、サービスの。逆にその、客単低くて、広い地域でいろんなプレイヤーがしているゲームの方が、運営会社が努力するんで、怠惰になってしまいますもんね、公約行動みたいなゲームっていうのは。どのゲームでもそうですけれど。やっぱその今までですね、いろんなその騒動を起こしたゲームっていうのは、客単の多いゲームなんで、どっちがいいんでしょうね。セールスランキングって各国のセールスランキングしかなくて、まあ、主要の、まあ、国のセールスランキングしかないんですよね。日本のセールスランキングってのは、あくまで日本国内のセールスランキングで、世界全てを合わせたセールスランキングっていうのは存在しないんですよね。まあ、ですので、まあ、純粋にその、一カ国で、まあ、その、比べていった時に、例えばポケモンユナイトとか、あとは Apex モバイルみたいなゲームっていうのは、まあ、お金で、セールスランキングだけでそのお金を測ることができないっていうゲームなんで、まあ、計算はしづらいよな。まあ、なんで、純粋なセルランで全てを判断するっていうのも、まあ、ちょっとなんか違うのかなっていうのは、まあ、思いますけどね。はい。オンラインゲームとかでも昔ですね、まあ、多くの課金を必要とするゲームっていっぱいありました。めちゃくちゃ。パソコンのオンラインゲームですね。すごくあって、まあ、MMO とかそこら辺でですね、まあ、走りになったゲームですよね。MMO ですごい長い時間かけてゲームプレイさせるみたいな中毒状態にさせてから、で、その中で、まあ、そのお金も使わせてうまく稼いでいく、ユーザーの単価、一人当たりの単価っていうのを上げて、まあ、やっていくっていう感じで、まあ、されてましたけれど、まあ、ある日スマートフォンゲームっていうのが出てきまして、まあ、イレギュラーな存在ですよね。まさかそんな存在が出てくるとは思ってなかったわけですから、パズラっていうのが流行って、まあ、いろんなゲームが出ていってから、一気にそのパソコンのゲームってのはうまくいかなくなって、まあ、会社によってはですね、まあ、潰れたりとか、まあ、事業を縮小して、やっていかないと、もう、立ち行かなくなってくるような会社っていうのも出てきて、結局今まで稼いだ分っていうのが全部パーになってしまったみたいな、そういう会社がほとんどでしたよ。まあ、パソコンのオンラインゲームのその流れに、スマートフォンゲームっていうのもですね、後追いする感じで追随してますんで、そのうちまあ、コアコードみたいな、客単の高いゲーム、客単たくさん取っていかないと、やっていけなかった、まあ、そういうメジャーなゲームであっても、終わる日っていうのが来ますんで、なんかその技術革新とか、イレギュラーなことが起きた時に、まあ、コアコードみたいなゲーム、パズルとかモンストとか、まあ、グラブルとか他にもその多くの課金を必要とするゲーム、FGO とかもそうですけれど、ありますけれど、そういうゲームってのは、ある日を境に一気にその破綻していって、何もできなくなってくるっていう、そういう日が来ますよ。で、次ですね、何でもかんでも真似すればいいと思ってるのマジでアホだよなと。まあ、今回ね、キャラクターが喋るようになりましたよね、声コードをね。まあ、正直まあ、そうですね、声コード運営、まあ、過去ずっとそうなんですけれど、とりあえず、いいものを真似してもそのまま持ってくるって感じでされてしまっていて、その声コードのその仕様に合わせた感じに研究して、まあ、そこら辺仕様を改変してから持ってくるみたいな。まあ、これ、違うゲームでこういういい要素があって、それは公約行動式にこうやって変えてから、それでまあ実装してより良くしていこうっていう考え方ではなくて、とりあえずいいものを真似して、自分たちが仕事をしましたよっていうことを、まあ、違う部署とか、自分たちの上司とか、上司よりも上の存在にですね、アピールしたいだけだろっていう風にしか僕には見えないですね。まあ、なんか別に公約行動に合わせてより良くしていこうっていう気がなくて、結果まあそういうまあ仕事をしていると、まあ結果上がらんすよね。
はい。まあ上がるわけないんで、仕事したふりしても結構多いっすよね。まあその中心、まあ東京だったりとか、まあ中国の中心がどこか知りませんけれど、まあ都会になれば都会になるほど仕事したふりをする人たちっていうのがすごくまあ増えるなっていう印象で、まあこれはその、まあ、ゲームのそのクオリティに繋がらないようなそういう真似する要素っていうのは怖いほど昔から多いわけで、まあそれはうまくいかないよね。それ、まあ研究してないからね、ゲームのことをとりあえず持ってきてるだけなんで難しいでしょうね、こういうコード運営は。まあなんか例えば中国のゲーム会社で言うとミホヨとかね、ちゃんとその研究してから違うゲームのいい要素ってのを自分たちのゲームに落とし込んでまあ実装するってことをされていると思うんですけれど、そういうことを真似すればいいのにっていう、自国にもいいゲーム会社があるんだからいいものを真似すればいいのに、それはできないんですよね。まあ自己否定はしきらんのっすよ、怖いからね。頭いいのに自己否定はできないっていう、自分たちがやっていたことの間違いを認めれないって、それはもう頭悪いのと一緒やからね。うん本当に頭悪いのと一緒。時には損切りも大事なんで、あ、自分がやっとったこと間違っとったなって思ってやり方を変えるってことは大事だと思うんですけど、まあ、そういう根底の部分は全く変わってないですよね、こういうこと。まあ、PUBG のパクリから始まって、まあ法律上はパクリではないですよっていう風になって、まあアメリカの方ですけれど、なってからじゃあまあ法に触れなければいいんだみたいな感じでいろいろね違うゲームの要素持ってきてますけれど、持ってきた中でまあユーザーを楽しませるっていうところからはもう離れてしまっているんで、ただ自分たちが仕事してますよっていうアピールをするために仕事をしてるだけなんで、まあそれはね、いいゲームにはならないっすよ。僕らユーザーがそれに振り回されてるのもなんかずっと僕はバカバカしいなっていう数年前から思って見ているんで、だからまあその違うアプローチってのをずっと僕は取っているんですけれど、バカバカしいと思いませんね、人のさ仕事やってますよアピールに僕らユーザーってのは付き合わされてるわけですよ。しょうもないなと思って、そんなに付き合わされるぐらいだったらなんか俯瞰視して、まあ、なんかねコアコードという存在をまあ使っていくっていう風にしないと騙されてしまう、まあ利用されるばかりになっちゃうんで、まあそれはまあ人としてもね、ユーザーとしてもまあお金の使い方っていう意味でも、うん、どう使うかってのは大事ですよね。まあ、でもある意味、なんかそういう、絶対にうまくいかない方向ばっかりに行く、荒野行動運営ってのは、見ていて面白いなと思いますね。なんでそんなことかわかんないんだろうってことを、延々とね、4年間、こっちで5年目、やってますんで、そういう意味では荒野行動っていうコンテンツは、非常に面白いですね。うん。なんかその、悪いところをね、抽出したような行動ばっかりをされるんで、絵に描いた行動みたいなのをね、ずっとしてるんですよ。なんでそんな、下手なんみたいな。